はい、どうもこんにちは、北野すすきです。というわけで今日もやっていきましょう、パルワールドでね、発電機を建築する、これがまだできずにいます。どこに行けば発電機の元となる、発電機どこだっけ、あったあった、発電機、発電機関があとやつあれ、それでそうだそうだ、思い出した、このチェストの中に金貨こんだけあった、買えるんだよ、だから、だからこれ持っていこう、買いに発電機のちょっと寝ようか。さ、てなわけで行くぞ、小さな集落で発電機あと8つ足りないんだよ確か、行きましょう。さあ買いに来たぞ、買えるの、よし、発電機関があと8つ、これでいいのかな、ほう、あと他なんか足りてないものってあったかな、こんなもんだよね、お金に余裕ができるとこういうものも欲しくなるんだけど、特にこれいらないよな。よし、ついでにパルも見に行こう。はい、持ってないパルがいたら買ってきます。さて、あれ、お金足りてないの、この辺り欲しかったけどないな、いいのがない、はい、ないならいいよ、ちょっと待って、売れるかな、いらないパル、だいぶ処分しちゃったからないか、じゃあいいや、最高、とにかく発電機手に入れたから、発電機じゃない、発電機関か、手に入れたから発電機が作れます。さあ帰るよ、これで、あ、しまった、金属インゴットがあと43、全然足りない、はい、金属インゴット作りました。はい、では発電機この近くで作っておけばいいのかな、よくわかんない、ちょっと待って、とりあえずこの辺り作っとくか、よし、作るの時間かかんな、あと52秒手伝ってたと思ったパルたちがいないんだけど、どこ行き、手伝って、おい手伝えよ、ああ休憩してるし、おいちょっと待って、目の前通ってくんじゃん、はい、あと38秒、はい、ちょっと余計なことをやってる間に、はい、できました、発電機、そういうわけでちょっとここ発電できるパルがいればいけるわけだよね。とにかく。発電機です。ボルトラを出すか。ドイツに買う。突っぱにゃんの代わりにボルトラに出てもらおう。よし。ボルトラ行け！発電行ってくれ！よしよしよし。これ動いてる？動いてる？動いてるってこと？パルスフィアがどんどん入ってくぞ。あ、できたできたできた。6つできた。OK。こういうことか。OK、OK。じゃあ35個作って。ありがとう、ボルトラ。それで、はい、パルボックスのアップグレード。できるらしいんで、行きましょう。はぁ、できた。けど、拠点の数は、あと1個、レベル上げないといけません。で、次、武器ライン工場を建築する。上質な温泉を建築する。これ行けば、拠点を3つ作れるようになると。武器ラインはまだ作れないんだな。あ、武器せ、あ、違う。武器ライン工場を作れるようになりました。金属インゴット 100?
釘が20。OK。上質な温泉を作るにはパルジウムのかけらがあと30。そしてセメントがあと20必要になります。セメントね。もう一回確認しに来ましたが、はい、パルジウムのかけらがあと25個。セメントが20。ありません。で、武器ライン工場を作るには、金属、なんか音楽聞こえてるの、何これ。ハイエナ飛行パルの群れが接近中。ああやべやべ。何こいつら。え、捕まえよう捕まえよう。どうなってるどうなってる。ちょっと待って、パルスフィアがない。ごめん、あ、やべ、こんなにやられる。ちょちょ、よっ、また死んだ。ちょっと待て、強い、なんか襲われてる。え、ちょっと離れたところに、やばい、パルたちが、パルたちがみんな死んでんじゃねえのこれ。ちょっと待て、どうなってるこれ。いけ、極印とか、やばい。あれ、みんなどこ行くの、敵は。逃げてった、あれ。え、まあ、いや、今のうちに。寝よう。おびっくりした。グランボ、え、ちょっと待って、どうなってる、なんか動けない動けない。やべえやべえ、グラモスとなんか戦ってんですけど。あ、違う、行け。ていうかみんな死んでるし、どうなってんだよここ。おい、この拠点やばい。手持ちパルが空腹って、こっち来るな、勝てそうな気がしてきた。あ、パルスフィアがない。頑張ってレベル上げしたもん。いけいけ。あ、落ちた。パルスフィアない。分かってるよ、もうちょっとで勝てる。あぶくい、勝ったけれど拠点は壊されました。だけどグランモス倒した、やった、倒せるようになったんだ、レベルが。それめっちゃレベル上げしたもんな。うん、勝ったぞ。けど武器は壊れたし、うん、あの拠点のパルは全部死にました。あれ、ベッドもない。ちょっと待て、ベッド作ろう。俺のベッド、もうせっかく作った後に、なんで、まあわかるけどさ、うん、あんななって襲われたらやっぱ壊れるか。はい、それでみんなお腹すかしてるし、うん。あれ、そういえば、食べ物、あ、そうか。はい、戻しての。ああ、みんな瀕死状態だし。どうすんだよ、これ。ちょっと。うわ、
羽の風、髪飾り、壊れました。で、作ったばかりの金属アーマーもこんな壊れてるし。うん。はい、ちょっと、瀕死のパルたちは一旦休憩させよう。はい。それで、何やるんだっけ？あ、そうだ。武器ライン工場を建築する。上質な温泉を建築する。で、上質な温泉を作るにはパルジウムのかけらが全然足りないです。で、武器ライン工場作るに、あれ？武器ライン工場を作るには金属インゴットと釘が全然足りません。まだ全然足りない。ちょっとこっちの上の拠点の方に材料ないかな。金属と、うん。金属と、あとパルスフィアだけか足りないのが。こっちにの、全然ないし、パルスフィア20個ある。さっき拾った。うん。あと何が足りなかったっけ？やばい、金属系1個もない。うん。さっきパルスフィアって言ってパルジウムのかけらね、足りないのが。金属鉱石が1個あった。1個だけあった。何も作ってません。ダメだ。もう一個ちょっと足りないもの確認するよ。金属インゴットがあと85個。釘があと20個。足りません。これなんだっけ？改善されたろって、これ何？精錬金属インゴットを作る、選定することができると。これもセメント必要なんだよな。釘はなんかできそうな気がするんだけど、あ、金属がないんだ、金属が。それから上質な温泉。あ、上質な温泉作れんじゃん。どこへ作ろう。前回ここに作ってあって、なんかちょっとね、遠いような気がしたんだよな。だからちょっとね、うん。みんなが働いてる方の近いところに置こうかな。こっちの方とか。いや、やっぱりベッドが近くにあった方が。うん。とりあえずここらに、拠点の真ん中に。あ、よし！これであと武器ライン工場だけか。OK。上質な温泉。あと1分31秒でできます。あ、向こうの上質な温泉もういらないじゃないのこれ。壊してもいいか、後で。後で壊そう。お前らの温泉作ってんだから手伝いに来いよ。なんで向こう行っちゃったの？手伝え！よしよしよし。あと35秒。この拠点のね、中央に温泉があるっていうのは、まあ、これはこれで悪くはないよ。うん、疲れたらすぐに温泉に入れるっていうことだけど、なんか変な感じだな。まあいいや、はい。温泉完成！さあ入ろう。っていうか一番最初お前入ってんの。さて、温泉完成。これで、ちょっとパルたちのストレスが、やっぱいるじゃん。辛い環境で気分が沈んでいるようだ。まったく。休めよ、お前は。それで、あとは、違う。あとは、武器ライン工場を建築する。武器ライン、武器ライン工場を作るために、あと金属インゴットが83個。釘が20個。まだまだだな。とりあえずちょっと釘だけでも作っとこう。釘が20個ね。17個しか作れません。ダメだ。金属インゴット系が全然足りない。こうやって集めるしかない。ちょっと待って、なんでグランモスがまたここにいる。おい。どっから来たこいつ。あ、けどさ、倒せることは分かったんで、行ってみるか。もう一回。行け。俺は逃げる。まだダメか。あー、倒しちゃった。くそ。疲
まえたかった。まあいいや。というかこの拠点、思ったんだけど、グランモスの通り道じゃないの。うん。あ、ちょっと待って、拠点が燃えてる。やばい。ちょっと待って、なんで燃えてる、なんで。あ、アロアリアがこんなところにいるのか。おいおい、壊すんじゃねえよ、こいつ。はい、アロアリューゲット。くそ、この壁がなくなってるし。壁をつ、石の壁作ろうとしたら、石もない。あ、違う。石は大丈夫、あるんだ、あるんだ。こっちから作ればいい。あ、パルの壁が発見。あ、パルスフィアね。よし。何が今壊れた？あ、足場がないじゃん。この壁がうまくくっつかないぞ。よし。それここの隙間がすごい気になるんだよな。結局こっから外へ出れちゃうんで、門があってもなくても関係ないという。うん。これ門の役目を果たしてないんで、これ。この隙間から行けるし。どうすればいいの、これ。ここにこう土台をこうにもね、置けないんだよね。うん。地面に設置してません。あ、こうやって置けばいいんだ。OK。ずっとこれ気になってたんだよな。よし。今気がついた。小麦農園がなくなってる。そうだよ、ここにあったんだよ。まあ、作らせてるけどさ、多分さっきの襲撃で破壊されたんだよ。あれ、確か俺この横にも何か一個作ってあったような気がするんだけど、何作ったっけ？なんか作った。この横。ダメだ、この横に何作ってあったか忘れちゃったわ。わかんないわ。まあ、また、うん。あ、これだったなって思い出したら作ろう。もうなんか作ってやったんだよな。まあいいや。はい。というわけでね、今回はこの辺で終わります。金属インゴットが全然足りないんで、もう地味だけどひたすらここでちょっと金属インゴット集めやろうかなと思ってます。あ、そうか。うん。はい。というわけで、よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。